山口光は、日本の実業家。第21代神戸製鋼所社長、日本鉄鋼連盟副会長。北海道札幌市出身。1981年3月、北海道大学法学部卒業。4月1日、神戸製鋼所入社以来、ほぼ事務畑を歩んできた。神戸製鋼所経理課と本社の鉄鋼生産部門管理部で、20代のほとんどを、 神戸で過ごした。その後、産業用機械や圧縮機などを手掛ける機械部門へ。2016年に部門長に就任し、2017年にスウェーデンの産機メーカー買収を手掛けた。司令塔の経営企画部も経験し、全社の事業も見渡す視点も養った。川崎博也会長兼社長の隕石伴う緊急、登板。 打診は辞任表明翌日の2018年3月7日に受けたといい、こういう時だからこそと即決した。非主流といえる機械部門からの起用は異例だが、兵庫県の関連会社からは、高付加価値分野を伸ばし、先を見据えた経営をと期待の声が上がる。2018年3月16日に東京都港区で開かれた就任の記者会見では、冒頭、 多くの皆様にご迷惑をかけ、改めて深くお詫び申し上げると謝罪。不正は担当している、機械事業でも見つかり、大変申し訳なく重く受け止めていると述べた。その上で、自らが先頭に立って、再発防止策を講じ、企業風土の改革を進めることで責任を果たすとした。安全性の検証に最優先で取り組む意向を示し、神戸成功は変わったと思っていただけるよう、 不退転の決意で変革に取り組むと抱負を述べた。また、ものづくりの原点は技術に根ざした確かな品質。そうした製品を安定的に供給することで、信頼回復に努めるとも語る。信頼回復に向け、グループ約3万7千人の先頭に立つ。2019年3月29日、進行の再発防止策を監視してきた外部有識者による、 品質監督委員会は対策の進展に関する最終意見書を提出。山口三社長ら経営人と社員の対話活動を通じた企業フード改革やアルミ同事業部門での検査データ自動化などの取り組みを適切な方法や内容で支障なく進んでいると評価した。今後も品質管理工場が見込まれるとして監視活動を4月に設置される社外有識者と 社内役員で構成する品質マネジメント委員会に引き継ぐ予定。2019年4月1日に神戸本社で行われた入社式で山口光社長は出席した新入社員115人に企業は信頼が全てであることを私たちは身をもって痛感した。信頼を積み重ねるために何をすべきかを常に自問自答し実践に移すことが重要だと挨拶。 企業風土改革などに触れ、皆さんの若く、明るく、元気な力を必要としている。持てる力を発揮し、グループを盛り立てていきましょうと激励した。経営方針については、素材、機械、電力を三本柱とする複合経営の成長戦略は変わらないと強調。他社との事業提携などは従来通り、選択肢として排除しないとしたが、経営統合は否定した。 中学、高校時代は野球部に所属。ザウの名は志は高く、ただし現実には謙虚であれ。入社4から5年目に聞いた当時の上司の言葉という、謙虚に現実に向き合うために現場の生の声を聞く。まずは私自身が各地の事業所に赴いて対話したいと表情を引き締めた。娘二人の父親でもある。 保有株式数9900株。ありがとうございます。